皆さんこんにちは、ソタ遊ぶチャンネルのココと、はい、親父です。皆さんこんにちは、ココです。はい、今日は、はい、ハワイで泊まるホテルのルームツアーをしたいと思います。イエーイ。そうね、今日ハワイ2日目、西海岸のコーリナに、はい、移動してきて、今日から3泊ね、泊まるホテルのルームツアー。はい、はい、さっきチェックインして1回部屋には入ったね、うん、めちゃくちゃいいね。めっちゃやばい。はい、行きましょう。はい、はい、マリオットコーリナビーチリゾートかな、はい、の3161号室。はい、これね、最上階ペントハウスでした。うん、はい、入ります。はい、はい、ここからこんな感じで、まずここは結構大きい、うん、クローゼットになってます。ここ鏡になってます。ここ鏡になった。はい、こんな感じで大きな鏡になってます。めっちゃハンガーがあって、うん、布団もあります、うん、はい、ソファーベッド用の布団かな、うん、はい、でミニ台所、うん、まあ、キチネットっていうかね、もう簡易だけど一応ついててありがたいね、うん、はい、はい、ちゃんとコーヒーもついてるし、うん、それ何、うん、これ、ああ、これはコーヒーメーカー、はい、で小さいシンクがあって、そうで、ちゃんと食器、うん、食器も用意してくれとるね、うん、これは何、あれ、電子レンジもついとるじゃん。ついてるじゃん、うん、で冷蔵庫、冷蔵庫も結構ね、うん、まあまあ大きい冷蔵庫が。ここ何、うん、わかんない。あ、すごい、あ、トースターもあるよ。本当だ、え、すごい。あ、炊飯器もある。炊飯器もある、うん、どれあった、あった。あ、こっちはゴミ箱とかですね、うん、カトラちゃんとあります。はい、で次はこの部屋です。バスルームか、うん、はい、こんな感じです。シンプルだけど小綺麗だよね、うん、トイレと洗面台、洗面台、はい、ちゃんとね、これもあの、なんて言う、あ、ごめんなさい、大きくなるやつも、何がごめんなさい、今こうやってやっちゃったから。あ、はい、で、アメニティこちらです。アメニティ、はい、お前の好きなブランド、うん、で、シャワー、シャワー、あとバスタブもあるね、うん、はい、はい、バスルームそんな感じね、うん、じゃあメインのお部屋、はい、はい、こんな感じです。広いね、うん、広い、広い、はい、広いし、これペントハウスだからだと思うんだけど、うん、天井がすごく高いんだよね、だからすげえ広く、あの、余計広く感じる、余計ね、はい、はい、まずベッド、めっちゃでっかい、うん、キングベッドかな、お、気持ちいい、うん、とキングベッド、めっちゃでっかいソファー、うん、ソファー、これソファーベッドになるのかな、うん、はい、で、これで、はい、椅子で、大きな鏡があって、うん、これテレビもあるね。おーい、そんな感じ、うん、これなんだろう、それ DVD プレイヤー、なんかレンタル DVD できるとか言っとったね。1枚だ、はい、そんな感じ、ね、はい、次はベランダです。じゃあ最後ベランダ、ラナイね、はい、からの景色ね、はい、やっぱここの景色がこのホテルは一番だね、うん、はい、こんな感じです。はい、ラナイはすごくこじんまりとしてますが、景色がやばいよね、うん、すごい、ベベーン、やばくない、やばい、え、オーシャンビュー、あらにも見えるし、うん、あらにも見えるし、うん、はい、山も見えるし、あっち側には海も見える、あ、裏にとかも、ディズニーや裏にとかもありますよね、うん、すごいね、はい、
でラグーンがあって、で下にプール、うん、後から泳ぎに行こうよ。うん、え、プールって何時までやってるの？分かんない。プールでも海でもいいけど。ああ、ここはまあそれは後から決める。はい。やーべ、すごい景色。すごい。はい、こちらマリオット氷名ビーチリゾート、今そのお部屋の、ラナイから、撮影しています。非常にこちらいいですね。オアフ島の西海岸、その海岸線沿いの氷名リゾート内にあるホテル、まあ、非常に美しく区画整備されたリゾート施設が並んでいて、リゾート内にはアウラニディズニーリゾート、この奥に見える茶色の建物ですね、だとかフォーシーズンズなどがあります。まあ、オアフ島最後のリゾートとも言われ、まあ、ゆったりのんびり、リゾート滞在が堪能できる、まあ、すごく希少で特別な地域と言えるのではないでしょうか。まあ、現在あの鉄道開発に伴って、まあ、この辺りも開発に拍車がかかっているようなので、まあ、このゆったりした時間が、まあ、この先も末永く味わえるかどうかは微妙。まあ、アウラニはあのすごくいいんですけど、ちょっとディズニーということで、まあ、日本人のゲストが非常に多かったりだとか、まあ、ホテル内に宿泊者以外の方々もあの多いんですけども、まあ、こちらはそんなことはなくて、よりあのリラックス感があるように思います。まあ、日本人だらけということもなくて、まあ、なんだかあの海外リゾートというかね、まあ、ハワイでいうとネイバーアイランドに来たような感覚になれます。今回宿泊しているお部屋はゲストルームといういわゆるスチューディオタイプ、まあ、こちらのホテルでは一番小さなお部屋なんですけども、まあ、あの我が家3人家族なので十分というかすごく広い、大人に子供にぐらいならあの全然行けそうで、スーツケースも3つ余裕で、広げられる広さがあります。まあ、何よりこのオーシャンビューが素晴らしい。すごくないですか、鳥肌ね。そして今回はですね、ペントハウス16階ということで最上階のお部屋をご用意していただいたので、まあ、景色もものすごくいいですし、ペントハウスはおそらくですね他のフロアよりも天井が少し高いようなのでお部屋がより広く感じるということもあるかもしれません。まあ、リゾート内にはプールとかも2カ所ぐらい大きいのがあって、スライダーとかもあるような大きいプールです。あっちのプールもそうかな。まあ、今回こちらのリゾートにはかなりお値打ちに宿泊することができました。まあ、その理由はまた別の動画でお話ししようと思います。タイムシェアの体験宿泊とかでリゾートの押し売りがあるとかそういうのではないです。はい、ということで今日はハワイで泊まるホテルのルームツアーをしました。はい、マリオット氷名ビーチリゾートだね。はい、はい、ハワイの動画とかいろいろあげるので、うん、ぜひ見てください。はい、バイバーイ。はーい。じゃあね、バイバイ。今日は、はい、ハワイに OK。